はい、どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、本日は魂の一撃というね、あまりにも強すぎるカードを使っていきますよ。この最強カード、皆さんご存知でしょうか。魂の一撃、自分のライフポイントが4000以下の場合、自分のフィード上のモンスターが相手モンスターと戦闘を行う攻撃宣言時、自分から攻撃する場合でも相手から攻撃される場合でもどっちでもいいです。ライフポイントを半分払って自分のフィード上のモンスター1体を選択し、選択したモンスターの攻撃力を相手のターンの終了時まで自分のライフポイントが4000より下回っている数字分アップする。つまりですね、まあ最低でもこのカードを使えば、2000ポイントの攻撃力の上昇が見込めます、絶対に。で、ライフポイントが低ければ低いほどやばいことが起きまして、まあ、例えばライフポイントが1だった場合、極端な話だとね、1だった場合、3999の攻撃力の上昇が見込めるんですよ。これやばいんですよね。これやばいんですよ。で、これを今回はやっていきたいなと思って、何が一番相性がいいか考えましたところ、自分のライフを100にするっていうやべえカードを発見しまして、それがこの、究極排水の陣っていうカードですね。これ6部衆のゼアル6部衆っていうデッキ、以前ご紹介した時にやりましたけれども、これライフポイントを100ポイントになるように払って自分の墓地から6部衆を特殊召喚するっていう効果があるんですよ。これで100にした後にさらに魂の一撃をぶち込むと、なんとですね、6部衆の攻撃力が3950アップします。3950です。これを例えば支援に使った場合、支援が2500なわけですよ、攻撃力が。で、さらに3950プラスされますんで、なんと支援の攻撃力が6450になります。強すぎません？やっていきましょう、デュエル3枚。さあ、お相手の方、サマタリ劇場の開幕。なるほど、これぞ俺手札からフィールド。ああ、魔界劇団のか、オッケー、ワイルドホープ、オッケー。中劇団のこの安定感すごいですよね。なんか俺もなんか最近動画にしたんですけど、まあ見てない方よかったら、ね、見てほしいんですけど、すげえ強くて、中劇団なんかコメント欄でなんか嵐とか入れたら強いですよって言われて、確かにって思ったね。バック除去しづらいじゃないですか、中劇団って。だから嵐とかでなんかペンデラムスケールを勝ち割りながら、なんか相手のバック割って、でさらにペンデラム召喚とかもできればめっちゃ強いみたいな話あるんで、嵐リミット1なんですよね、エキスの場合。あれでもなんかリミット1でよかったかもしれないね。なんかもしかしたらそのペンデラムデッキが流行ってきた場合、嵐めっちゃ強いから自分でバッカしながら相手のカードを割れる、最強だからさ。相手結構強い動きしてるな。でもとりあえず俺も結構強いぞこれ。キザル召喚、キザル召喚、キザル召喚、ガンセイ、これなんか特殊召喚する必要ねえもんな、これなんか二刀流みたいな顔してるね、これ。多分二刀流みたいな顔して、なんかセットした方が強そう。はい、でエンド。俺のターン。まあ一応ね、ビッグスターの効果で、魔界大本が。持ってこれるっていうか発動できるんで、キザルは死にます。ちなみに簡単に意図も簡単に意図もたやすく行われるえげつない殺戮行為が爆誕しまして、でキザルはぶち殺されるのはもう本当にどうでもいい。リクスターいいよ、はい、で台本ね、はい、で魔王の降臨、大根役者どもの大根役者どもの台本、魔王の降臨とかいうなんかクソみたいな、クソみてえな演目によってキザルが破壊されていく。これはしょうがない、これはしょうがない。はい、サイクロン、なるほど、なるほど、魂の一撃が割られていく、いいだろう。ワイルドホープのモンスター、ああ、ホープいいだろう、打点上がるのね。オッケーオッケー、メインは16枚、バトルフェイズオッケー、スタートステップ究極排水の陣発動。俺はライフポイントを100にすることによってキザルを召喚するぜ。さあ、そしてキザルの効果を発動させてもらう。キザルの効果によって俺は影6部衆フーマンを手段に壊させてもらうぜ。
さあ殴ってこいよ。二刀流かとか思ってんだろバカめ。魂の時活動3950もの打点がアップするぜ。うおー、どりゃー。計算外だろうな、そりゃ計算外だろうな。俺のターン。うおー、ゼルエクスチェンジチェンジオーバーレイ。ポーキ2つの魂が交わった時、語り継がれし力が現れる。エクシーズチェンジ、ゼルかっけえいいやん。スキル発動、ゼルエクシーズチェンジ、エクシーズチェンジ。タクティクスを1枚表側表示で置き、そしてライフポイントを2000にしていく。よし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 。そして6部衆の結束を発動。風魔召喚、風魔召喚、そして飛山特殊召喚、そして結束効果2枚ドロー。二刀流いらね、今さらいらねんだよ。これはさすがにホープ。俺はレベル4のモンスターに対してオーバーレッタコ構築エクシーズ召喚。さあ見ろ、沢渡り、沢渡りとやら、これがエクシーズ召喚っていうパワーよ。ででってでって我が戦いはここより始まる。白き翼に望みを託せ、希望ホープエクシーズ召喚。そして希望ホープの上に重ねてオーバーレッタコ、エクシーズチェンジタクティクスの効果を発動。500ライフを払って1ドロー。そして希望ホープ一体でオーバーネットワークを再構築、カオスエクシーズチェンジ、混沌の光に変えるっしゃ、希望ホープレイ。でかっけー、久しぶりに見た、これ久しぶりに見たこの召喚ムービー、かっこよ。うおかっけえ。エクシーズチェンジタクティクスの効果発動、タクティクスによってカード1枚取ろう。あっ、ちょやばやってることやばやってることやば、この敵いくぜ。新独自支援を攻撃表示召喚、そして希望フォープレイの効果発動。ライフポイントが1000以下の場合、オーバーレイトを1つ使い、相手のモンスターの攻撃力を500ポイントダウンさせる、1000ポイントダウンさせる、500アップし1000ダウンさせる、ほい、もう一丁、うれお前は戦闘では一旦一度破壊されねえらしいな。ゼアルエクシーズチェンジの効果によってホープは1回戻すぜ、ほい。でカードを1枚セット、カードを1枚セット、バトル、いけ希望ホープレイの攻撃、希望ホープレイの攻撃、ホープ剣カオススラッシュ、おりゃこれは美しい、これは美しいね。魂の一撃めちゃくちゃ強くて草。さあお相手の方、闇遊戯君よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。闇遊戯、演武天気、なるほど。あ、ムーンライト、ムーンライト、そういえば最近全然見なくなりましたね。弱いんですか今環境的に。なんかハーピーには強そうですよね。そんなことないんかな、わかんねえや。なんか最近ムーンライト使ってなすぎて。ちなみにね、OCC の方のね、ムーンライトで聞くんですけど、超楽しいですよ。ペンデラムモンスター、ペンデラムワールドが来てるんでね、多分ね、あのペンデラムモンスター来るかもしれなくて、ムーンライトのムーンライトタイガーっていうのと、ムーンライト、なんだっけ、ムーンライトタイガーとムーンライトウルフか、あの2体がマジでヤバいんで、ちょっと早く実装してくんねえかなと思ってるんですけど、割と3体融合してきたな。はいはい、いいでしょう。とりあえず風魔刻んで、まあ、ムーンライトフュージョンは止めていくスタイルでいきましょうかね。はい、刻んで、支援出していく。でこれでムーンライトフュージョンは止めていく。支援特殊
はい、モンスターをシンクロ召喚、セットセット、セット支援ってやっぱね、自分のカード、守れっか強いんだよね。サイクロンが止められっから。でエンドです。さあ俺のターン、上は上は通り越してるよ、上は通り越してるよ、上は取れてるよ、2500の上は。でまあ2通りだと思ってるんだ相手は。あ、バトルだよねやっぱりね、はい、バトルなんですよ、バトルなんですよ、結局バトル。これ排水の陣使っちゃったらあれか、モンスター増えなくなっちゃうから、あ、じゃなくてモンスター増えちゃうから、巻き戻っちゃうから、こいつが魂の樹液即座に打つしかないか。一撃で、それはどうかな。でライフポイント2000払って2000、アップします。4号で4号支援強すぎないか。待て、4号支援強すぎない。とりあえず究極排水の陣しよう。究極排水の陣の効果によって俺はキザンとクーマを特殊召喚していく。はい、でプッてやって、でプッてやってで俺とお前でオーバーレイしていく。エクシーシーつってやる。トラフル魂の陣来た、強え、最強や。スキル発動しよう、一応スキル発動で、2000には一応しよう。はい、で支援出して、はいはいやべえ、なんかさ、これ魂の一撃っていうかさ、昔さ六部衆でさ、なんか生物をめぐる戦いに出てたじゃん。なんかあん時と似たものを感じるよね。なんかその打点支援は結局なんかその打点で抜くしかないみたいなやつを、その打点もケアしちゃってるからめっちゃ強いみたいな。一撃の部分これワンチャンあるぞマジで。さあお相手の方、闇雪わかんねえ、モンスターを攻撃しようでしょうか。破壊剣士の万竜やば、キッショーデッキ来た。世界一嫌いなデッキ来た。世界一嫌い、かっこ自分で使うのはめっちゃ好きなデッキ来た。どう、うわめっちゃ光ってる、めちゃくちゃ光ってる、めちゃくちゃ光ってる、うぜえ。風魔召喚、キザン特殊召喚、モンスターを特殊召喚で、どうですか、なんかあります。どうして破壊剣士融合、なにそこ、それは読んでいた、なにドラゴン族やめろ、俺はドラゴン族じゃねえ、やめろ、もうマジこのデッキキモいよ。あ、でも一応二刀流打てんのか、二刀流打てもっといいな、二刀流もっといい、バスターブレイダー、はい、あ、横になるんだった、横になるんだった、うせえ、二刀流が打てる、二刀流が打てる、うぜえ、マジでうぜえ、このデッキガチでうぜえ。破壊されたら一応でもリクルートする効果扱えるのか、リクルートして何になる、破壊バンリューマジでうぜえな、ホントにいいんだよな、バンリュー効果、はい、いいでしょう、バンリュー効果で、はい、あー、はい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 、オッケー、いいでしょう、いいでしょう、よろしいでしょう、死ぬな死ぬねえ、貫通ダメージ、あ、でも死なねえか、まだ一応耐えんのか、え、これどうしたら勝てんだ、これどうしたら勝てる、待って、これ攻撃表示になんないから、これ一生二刀流打ってないやつある、俺の人やば、このデッキマジでマジでやべえわ、マジでやばい、本当にやばい、このデッキこうなっちゃったら何もできないよ、本当に痛い、でもそっちから殴るんだ、なんかこれそっちから殴るの振り身じゃない、出さないけど、じゃあ今どうかね、モンスターなんてモンスター出さない、モンスターを出さないで、もうこれ俺どうすればいいんだろう、これ何したらいいの、これ何をしたらいい、俺とりあえずあれすればいい、一
旦蘇生しとく一旦支援出す。これマジでわからん。どうしたらいいんだ。こうしてで、こうして、はい、で、チェキターで、チェキターで、オッケー。あれ？あ、ドラゴンってことだから出せねえ。ざけんなよ！ざけんな、このデッキ。くっそすぎこのデッキマジで。